さんおはこんばんちはです、パパスです。今日は L175S ムーブカスタムさんのですね、社内のナビの外し方を社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。はい、社内移動してまいりました。まあ、ナビはまあ、はい、定番でこのパネルね、真ん中、はい、こいつはもうこいつだけ外れるから、これだけ開けとくから、おちょっとここ切りかけやるから、はい、これですね、まあ、外した時にバコンって開く、勝手に開くかもわからんけど、はい、手入れる位置は、うん、これちょっとこう浮き込みになってる、冬はな、硬いから角こ上から外す、同じ位置ぐらいかな、はい、外す、そ下が一緒についてきよるからね、ほんまや、うん、ついてきたら割れるからね、はい、ここでいく、これはまあスイッチもなんもないから、はい、そのまま外してもらって大丈夫です、うん、まあ、引っ張ってない、これはまあ寒かっても割れへんかったわ、はい、あ、よかったね、寒かって割れるからな、こんな感じです、うん、はい、でまああとはプラス、うん、4、はい、ここ1本目、うん、はい、取れました、全部一緒です、ネジなら、でお、うん、1個抜いてもらいまして、うん、裏がこうなってます、うん、まあ、大体もう今、うん、あれやかな、これが、はい、黒いカプラ、あ、ここに書いてあるわ、ほんまや、テレビでもじゃん、黒、テレビアンテナ子猫だ、白、黒白、なんかまあテレビやろ、うん、全部テレビ、そうそうそう、 GPS やろ、これ GPS で、電源、お、電源、これがあの、あれやと思う、車速とかバックとか、ほう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 、のカプラ、あ、4つ目カプラの形は全部一緒ですね、うん、ここに上になって押すとこついてます、これはオーディオ用の電源やから、はい、こっちからのかな、おでこれがはい、車速とかいろんなバッグとかセンサーで、ね、はい、でこいつがラジオ、ジャック、うん、GPS を押して、はい、うん、これで、まあ、これでナビはまあ、はい、抜けました、これが純正の、はい、大きいカプラって言ってんかな、うん、はい、これがもともとオーディオについてるやつやから、うんうん、そのままオーディオに、はい、してくれたら、はい、車速は、うん、これ純正のナビの車速ね、はい、青が大体あれやな、車速かな、これか、はい、うん、こいつがバックかな、うん、まあ、それちょっと定かじゃないけど、はい、説明書見て、このムーブの場合は、はい、この社外品のピンク色は青な、はい、青赤かな、はい、ね、うん、で紫は紫、うん、同じ色、うん、うん、はい、だからこれ、うん、逆再生してくれたら、うん、あの取り付けも可能っていうね、うんうん、でこいつは、はい、あの ETC の追加電源、はいはい、これとこれか、はい、まあ、赤はアクセサリー、これは常時やね、はい、ハースはボディにせんと、うん、直接ここでやったね、これはいい、はい、こういう、はい、こんな感じです、親切なのか不親切どっち不親切かもからな、こっちはこっち、こっちはこっちで撮ってるかもからね、あー、うん、はい、でまずこういう場合は、はい、必ずグローボックスがね、はい、グローボックス大体あれやな、うん、このあっ、うんうん、手前だから大体どっちかが先にこうね、うん、はい、あ、これやっぱ硬いな、冬は寒いな、うん、この辺来たら自然に抜けるところが、はい、
だいたい通してるやあ、ほんまや、ちょっと待って、だいたいパターンで言うたらこの辺に押し込んでるっていうね、くちゃくちゃくちゃっとなってるやつがそうですね、はい、これも定番やで、これはまあタイラップでしてないから、うん、おー、こういうやつ、親切、あとはね、うん、これか、うん、こいつを再利用する場合はもうちょっとこう丁寧に引っ張って割れるから、はい、ちょっとこうひねる感じ、うんうん、あんまりひねったら今度この配線の端子が、うんうんうん、ここの端子が赤になるから、はい、うん、ねじった方がいいけど、うん、せやな、ねじった方がいいかもね、はい、ちょっと天井に引っかかれてるだけなんで、グッと立ってくださいで、でここであの針金なんか、はい、あったら逆やったらこっちに入れて、うん、でこっちから入れて、うん、線を引っ張るはい、まあこれは針金まではいらんと思うかな、はい、あ、抜けてきた、これが GPS で、これがテレビアンテナ、はい、大きい方が GPS、ちっちゃい方がテレビアンテナ、これが ETC、 危ないけど、うん、カップリッチ、早かったはい、おお、あ、これはこっちじゃない、あ、はい、向こうにも同じのが、止まってる部分全部取ってもらって、うん、一緒ですね。付けのは一緒やで、はい、逆再生で、はい、こう入れていって、うん、これは多分その ETC の一緒につけた時に、で ETC ですね、どっかにここの下を外さなかった、うん、はい、うん、こんな感じ、ね、はい、ちょっとだけちょっと向けるからやってみようか、はい、カバーはい、カバー外したらプラス見えます、で、こっちの下側にもプラスがあります、はい、さっきカバー外した方にもプラスがあります、硬かったですね、はい、よいしょ、止まってあるところを外していってください、だいたいこういう感じ最後束になってね、ガタッとつける時も、はい、みんなもそうしてくれなかった、ね、うん、こっち側グッと引っ張ってつけておいて、はい、上通すやろ、うん、でここで余ったら束めて押し込む、はい、たらこっちこう来て ETC いけるかな、でまあ針金かなんか通して、はい、はい、出てきました、うん、
横横、うん、はい、で取りましたカプラが、うん、おETC と絡んでるから、はい、まあ、これでまあとりあえず全部外れたらな、はい、カラカラ、あとはまあ、はい、その逆再生やな、つけるときはね、うん、はい、ネジ入れてね、はい、はい、OK、今日はこんな感じでムーブカスタムさんのナビと一緒に ETC って言っていいかな社長、うん、だからまあちょっと配線とか、はい、あの辺の色をまあ、うん、参考にしてくれてもいいかも、はい、まあ、あと逆再生せなあかんから、うん、そうですね、まあ、何とか見てこれまあ取り付けてる様子やから、はい、ああいう風につけたらっていう、はい、参考とかね、はい、参考にしてください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。